後藤漢字昭和11年2月23日は、日本の宗教家、宋。元西本願寺執行長、号は総雲。高知県旗郡スク村清下から寺に生まれた。1899年東京仏教大学校を卒業後、帰郷して父を助けて、清下から寺の住職にいそしんだ。林雄三の門を叩いて、指導を受けた。 本願寺より招かれて、京都本山勤務となり、京学局中期に任せられた。31歳の時であった。日露戦争には、本願寺の従軍不況像を命ぜられ、第三軍司令部付けとして活躍。外戦の後、東京築地本願寺別院勤務となり、やがて東京出張所長を命ぜられた。1929年本願寺執行長に就任した。 本願寺の養殖を歴任、東京市や仏教連合会等の他団体の重要役員を兼ねて活躍した。次男の後藤英介は厚生取引委員会事務局長などを務め、その妻は岸田正樹の次女である。次女ひさこは吉国次郎と結婚した。1923年9月1日、東京大震災に際して難民の休息所、 簡易診察所を多数開設し社会奉仕活動を行った。1926年6月同別院林番になり、藤原銀次郎らの援助により、伊藤博士圧の設計による新様式の築地本願寺を再建した。また、千代田工場や武蔵野城市学院を創設、また盲人教育、少年保護、保育所、簡易宿泊所や阿蘇か病院などを設立し活躍した。 加藤内閣の大倉次官であった小野義和は漢字を痛む文の中で次のように述べている。ありがとうございます。